それがあの声を聞いた最後だった。あの声が怖かった。僕がどうなってしまうのか、それが怖かったんだ。僕にはあまりいい思い出じゃない。ねえ、遊びに行こう。すごいね。なんでこんなにたくさんの人がいるんだろうね。本当にそうだね。僕は混雑で身動きが取れない。恥ずかしさもあって小さな声でつぶやいた。僕らはとりあえず渋谷まで足を伸ばすことにした。もう夜の9時を過ぎているというのに、すごい人出だ。本当にすごい。これだけの人がどこから来ているのかと考えると、実際不思議な気がする。ねえ、どこへ行くの？いいところ。わかった、任せるよ。私に任せて。ルリアは笑いながら僕の手を引いていく。泳ぐように夜の街を遊ぶ。ルリアは夜の街を遊び場に変えていく。何？外泊なんてしたことないんでしょ？そんなことないよ。本当に？あるさ、そのくらい。嘘って顔に書いてあるよ。もう。僕は拳を振り上げて怒る真似をする。でもルリアはまるで気にせずに僕の手を取って走り始める。通りすがりのタクシーがそんな僕らの姿をビルの壁に大きく照らし出していた。しばらく歩いていると開店を間近に控えた店があった。しまい忘れた白いペンキの缶。何してるの？こうやってね。仕上げはほら、子供の足跡。誰もいない夜の街を僕らははしゃいで駆け回った。ルリアのぬくもりが冷え切った僕の体に伝わってくる。ルリア。ルリアは何も言わずに黙って僕を見つめているだけだった。朝一番の貨物列車が走り出す。僕はルリアと仲良くしてもいいんだろうか。僕と一緒にいるとルリアにひどいことをしてしまうんじゃないだろうか。僕と友達になって、そんな一言が言い出せない。全てはあの夢、人殺しの夢が僕を躊躇させていた。僕は中学生の頃、人殺しの夢を見た。それは夢というにはあまりにも生々しくて気味の悪い夢だった。暗がりの中から生き物のうなり声のようなものが聞こえていた。
は。あ、うわっ、そこで僕は自分の部屋のベッドで目を覚ましたんだ。でも僕の体は血まみれで、しかも裸だった。僕は父さんに見つからないように風呂場へ行って震えながらシーツを洗った。あれは何だったんだろう。本当に夢だったのか。夢だと信じたいけど、僕の手に残ったあの感触と体にまとわりついた血は現実のものだった。そう思うだけで僕の体が震え出す。ねえ、ね、ルリアは何も言わずに僕を抱きしめる。震えてる。寒いの？あ、ルリアのぬくもりが僕に伝わる。ごめんね、私明るいのは苦手なんだ。じゃ、さよならも言えなかった。空がようやく明るくなる頃、僕は家に帰り着いた。僕は音を立てぬようにそっと勝手口から中へ入る。父さんは居間のソファーで仮眠をとっている。僕は足音を忍ばせて階段を上った。なんだろう、不思議な日だったな。ルリア、あの子にもあの声が聞こえる。もう一度あの子に会いたい。僕は昨日からのことをあれこれ考えながら、いつしか深い眠りの中へ落ちていった。目を覚ますと、辺りはすっかり暗くなっている。居間へ入ると、父さんと母さんがアルバムを見ている。あら、久しぶりに顔を見せてくれたわね。どう？勉強はかどってる？うん、まあまあ。ずいぶんゆっくりと休んでいたようだね。ま、うん。そろそろお腹も空いた頃だろう。母さんはさっきからアルバムを見ている。そんなに昔のことが懐かしいのだろうか。父さんと母さんはアルバムを見続けている。二人とも本当に仲がいい。僕は二人が喧嘩をしているのを見たことがなかった。母さんが外に働きに出て、父さんが家にいるって決めた、あの事故のあった日から。そう、あの日から。それはとても強い台風がやってきた日。僕は一人で留守番をしていたらしい。そして土砂流による家の崩壊。でも初めの救助活動で僕の姿は見つからなかった。僕が見つかったのは1週間後。家のあった桜ヶ丘から北へ50キロほど離れた隣の県の河原付近をさまよっていたところを保護されたらしい。
残念ながら僕にはその時の記憶がまるでない。ただ右の脇腹には多分その時に怪我をした大きな傷跡が残っている。父さんはその時の事故の後、母さんと話し合い、それまで勤めていた出版社を辞めて家に残ることを選んだ。家族を大事にしたかったんだ。人と競争することが嫌いなんだ。僕から見ても優しすぎるんだと思う。でも父さんって家に引きこもっているせいだろうか、同じ年の大人と比べてもとっても若く見える。それに比べて母さんは老けた。父さんとは対照的に外で働いて苦労も多いんだと思う。もう食事はいいのかい？うん、ごちそうさま。もっと食べないと、育ち盛りなんだから。きっと小食だから大きくなれないんだぞ。もういらないよ。僕は食事を終えて部屋へと戻った。それからしばらくは何も起こらなかった。ルリアとは連絡先を確認し合ってなかった。でもまたきっと会える、そう思っていた。いつの間にか桜がほころび始めていた。季節外れの台風が近づいていた。駅前の書店で注文していた本を受け取った時にはもう本格的に雨足は強まっていた。あの子君は？サヤ、おとなしサヤ。サヤ、どこかで聞いたこと。ここを離れた方がいい。え？もう遅いかもしれない。その黒い車が走り去った後も僕はしばらく雨の中に立ちすくんでいた。夜になって雨風はますますその激しさを増した。はい、もしもし。よかった、あんたでしょ。ルリア、どうして電話番号が？お願い、すぐに会いたいの。近くのコンビニで待ってるから。いきなり頭の中に声が響いた。僕は声の出所を探してゆっくりと体を巡らす。トウコさん。中へ入ってきて。ルリアの声だ。驚いた。そう言ってトウコさんは今度は彼女自身の声で微笑む。体が。相手の望む声で相手の気持ちを変える、それは私たちが生き延びるための初歩的なテクニックだわ。体の自由が効かない。離して。でも、あなたの体の中に潜んでいた血が目覚めてしまった以上、あなたのマインドコントロールはなかなか難しくなったわね。何を言ってるの？まただ。また体が勝手に。多分、あなたはいくつか気づいているはずよ。普通の人間には聞こえない音域まで、あなたは聞き取ることができる。体の成長が止まったのではなくて、限りなく緩やかになっただけなんだって。私はそんなにたくさんのことを望んでいるわけじゃないの。普
通の人間の中に混じってささやかで幸せな時間を過ごせればそれでいいの。でも邪魔する人がいるの。お願い、私に力を貸してあなたの血を分け与えて。やめてよ。雷に照らし出された机の後ろに干からびた牧師の死体があった。昔私はあなたのために力を貸したことがあったわ。あなたが中学の時を3人のクラスメイト覚えているでしょ。突然の騒ぎの中で瞳子さんが僕を見て微笑む。何が言いたいんだろう。でもこの瞳は、その時僕の頭の中で何かが弾けた。そうか、あれは瞳子さんだ。乱暴に呼び起こされた記憶に僕の心は深い闇へと落ちていった。心が揺れたら生き延びることなどできない。彼は目覚めを待つだけだ。もし戻らぬ時を、その時は私が。誰にも触らせはしない。
つめていたあの日の痛み、平気なふりでここまで来たけど、本当はいつも言葉さえ探せないでいた。心に描く青空だけを胸に押し当てて、ここにいることをあなたにだけは分かって欲しい。優しさ抱いて近づきたい。